モノカシーの戦いは、南北戦争の1864年のバレー方面、作戦中1864年7月9日に、メリーランド州フレデリックで起こった戦闘である。南軍ジュバルアーリー中将軍が、ルーウォーレス少将が指揮する北軍を破った。この戦闘は、バージニア州、ピーターズバーグで、包囲されているロバート・イーリー軍から、 北軍の注意をそらすためにシェナンド警告とメリーランド州をアーリー軍が襲撃したその一部だった。アーリー軍の襲撃に反応した北軍総司令官ユリシーズ・グラント中将は1864年7月6日に第6軍団の中からニコ旅団約5000名をジェームズ・リケッツ順将につけて派遣した。しかしこの部隊が到着するまでにアーリー軍と 首都ワシントン DC の間にいた唯一の北軍はルー・ウォーレスが指揮する大半が徴兵期間100日の寄せ集め兵2300名に過ぎなかった。ベンハー、キリストの物語の著者として後に有名になるウォーレスは当時、ボルティモアに本部を置く北軍大西洋岸、中部方面軍の指揮官だった。ウォーレス部隊の兵士はほとんど戦闘に参加したことがなかった。 ボルチモアハイオ鉄道の職員が6月29日にアーリー軍進行の兆候を報告し、この情報とその後の報告は鉄道会社社長で北軍支持者ジョン・ダブル・ギャレットからウォーレスに渡された。ウォーレスは南軍の目標がボルティモアにあるのかワシントン DC にあるのかを決めかね、援軍がどちらかの都市に到着できるまで南軍の進行を遅らせる必要があると理解した。 南軍機兵隊がフレデリックの北軍部隊を追い出したフレデリックの戦いに続いてアーリーはフレデリック氏の破壊を思いとどまる代償金として20万ドルを要求し受け取ったフレデリックから3マイル南東にあるフレデリック結節点はモノカシー結節点とも呼ばれフレデリックとモノカシー漁師を守る重要な地点だったワシントンに至るジョージタウンパイクとボルティモアに至る 国道が共にボルチモアハイオ鉄道と同様、そこで、モノカシー川を渡っていた。もしウォーレスがその小さな軍隊で二つの道路橋と一つの、鉄橋さらにいくつかの浅瀬を守るように6マイルに渡って、川岸を守れば、アーリー軍の戦力と目標が分かり、できるだけ、アーリー軍を送らせることができると考えた。ウォーレスの見通しは、 リケッツ将軍指揮する第六軍団の最初の文献隊がボルティモアに到着し、軍団は鉄道で急行しており物のしいで、ウォーレス隊に合流すると伝言した時に巧妙が指した。7月9日土曜日、ウォーレスとリケッツの合流軍約5800名は、川の橋や浅瀬を前に布陣した。川の東岸は高さがあり、兵士たちにとって自然の強壁になっていた。 他にも二つの防災、使える道具で掘った残酷、あるいは買っては、平和な農家の兵や、穀物の中に見つけた、遮蔽物の中に入った。モノカシーの戦い南軍北軍南軍、ドットソン・ダムスール少将の師団が、ベスト農園近くのジョージタウンパイクで、ウォーレス隊に遭遇した。ロバート・イーローズ少将の師団は、国道で北軍と衝突した。アーリーは、カシー川を渡る。 正面攻撃は損失が大きくなると考え、ジョン・マコーズランドの騎兵隊をバッキーズタウン道路に走らせ、浅瀬を見つけて北軍前線の側面を突こうとした。南軍はマッキニー・ウォーシントンの下流でモノカシーの防御線を突破し、ウォーレス隊の左翼を攻撃した。ウォーシントンとトマスのウェンを隔てる兵の前で、 リケッツの古参兵部隊に直面したところで、この日の最も激しい戦闘が起こった。北軍はその陣地を守るために必死に戦ったが、優勢な1万4000名の南軍に対しては、時間の問題に過ぎなかった。南軍ジョン B ・ゴードン少将の師団が3方向から、押し寄せ、ピケッツ隊を国道方向に交代させ、ピケッツ隊はそこで、ラムスールやローズの師団と、 終日戦って追い詰められてきた部隊と合流した。午後遅くまでに北軍はボルティモア方向に撤退し、その後には1294名を超える戦死者、負傷者及び捕虜が残された。後にウォーレス将軍は戦場に設けられた埋葬場に死体を集めるよう命じ、これらの兵士は国の首都を救うために死に、実際に救ったと記念碑に書くよう提案した。 ワシントンへの道は開いたままだった。アーリー軍は、モノカシーの戦闘で勝ったが、700名、ないし900名が戦死、または負傷し、一日を消費した。翌日南軍は、航軍を再開し、月曜日の真昼に、コロンビア特別区の中、スティーブンス砦の前に立った。アーリーはその軍隊が遥か後方まで広がっており、スティーブンス砦の異様を目にすると攻撃をしないことに、した。 しかし、その日1864年7月11日と12日には、砲撃戦と小競り合いが展開された。7月13日、アーリー軍はこれまで進んできた道を引き返し、ホワイトフェリーでポトマック川を渡って、バージニア州に戻った。物シしいでアーリーは1日の時間を費やし、ワシントン占領の機会を失った。 首都占領の試みが挫折した南軍はバージニア州に引き返し戦場を北部にもたらす最後の作戦が終わった。アーリー将軍は1864年のバレー方面作戦に関する報告書で次のように記した。土曜日から月曜日の北部新聞のいくつかは私が市内に入れると書いたが土曜日に私はワシントンから35マイルのモノカシーで戦っており。 その敵を後方に残してはいけなかった。その敵軍を押しのけ、できる限りの速さで移動したが、要塞の前に到着したのは月曜日の正午過ぎだった。私の兵士たちは疲れきっていた。グラント将軍は、モノカしーでのオーレスの遅延戦術を次のように評価した。もしアーリーが、ほんの1日早ければ、私が送った援軍が到着する前に首都に入ったかもしれない。 ウォーレス将軍はその部隊が敗北することで生じた事態に対し同じような部隊を持つ多くの指揮官が勝利という手段で手に入れるよりも大きな恩恵を我が軍にもたらした。戦場跡は100年以上にわたって個人の所有になっていたが1970年代遅くに物かしい国立戦場跡公園を作るためにその一部が購入された。ABCDE ケネディ P308 アイカー P717 ありがとうございます。